Hi everyone、 こんにちは皆さん。ちょっとね、朝なんですけど、外が外壁工事をしているために、ちょっとランプでお話ししています。そんなに日本語の投稿をしたことがないので、そんなに有名なものでもないので、ご存じない方の方が明らかに多いんですが、ずっと英語でいろいろなことをずっと前にシェアしてたんですけど、YouTuber とかが流行る前かな、してたんですけど、まあ今回久しぶり乗せてみようかなっていう感じで。で、去年の年末というよりももう12月いっぱいずっと体調を崩してて、で、おかしいなとは思ってて、で、結局は ER に、今年の1月2日かな、に送られて、で、まあ手術になったんですよ、緊急手術。で、まあ体の一部を切除して、で、それが完璧に切断になるんじゃないかって言われてたんですけど、で、もう命にも関わるから、まあ死ぬ覚悟っていうのもしてました。でも、まあそう長かったので実感がないんですけども、どうやって残りを生きるかっていうことを考えてたので、まあ39から40に、去年の9月になったんですけれども、そうですね。まあ、良かったニュースなんですけど、まあ、まだ実感がなくて、長いこと生きるかどうかっていう、残りの人生をどうするかっていうことだったんですけど、結局まあ、まだ40っていうことで、まだ若かったこともあるだろうっていうことと、まあ、お医者さんの腕も良かったんでしょうね。なんか、まあ、命の危険性はなくなったと。だからこれからも生きていけるということで、それはすごく良いニュースで、外国人の友達とか知り合いにもファンタスティックなんて言われたり、良かったねっていうことを言われたり、まあ日本語で言えばですね、そういうことを言われたりしてたんですけれども、まあ本当に、まあ通院は続きますし、ちっちゃな手術もあるかもしれないんですけど、生きていけるということで。で、今後いろんなことを発信していきたいと思います。で、とりあえず、まあ今回はご挨拶というか、まあ簡単に載せておこうと思って。で、まあいろんなことを載せていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちなみに僕の名前はルークです。で、実名です。で、まあ以前スコッティという名前で載せていたんですけど、まあ本当に公式にというか正式に本当に本名がルークなので、ルークで通していきたいと思います。よろしくお願いします。では、また。